こんにちは、アムです。今回は2段階昇格、3段階昇格まとめを見ていきましょう。この動画では白玉から PV3 や PV4 のように2段階昇格、3段階昇格した選手を紹介していきます。アプリの大型アップデート時に能力手術へ入る可能性もなくはないですが、今のうちにこれから見ていく選手を取っておけば、まあ、少しお得に2022を迎えることができます。それでは見ていきましょう。ガビ、白玉から PV4 の3段階昇格をしています。今作最大の昇格幅ですね。金玉黒玉並みに強い白玉で有名だったんですが、3段階も昇格して特別感が和らげましたね。ですが2022でも人気ある選手にはなりそうですね。ここからは2段階昇格の選手です。1人目はミランのキーパーアントニオ・ミランテ。38歳にして白玉から PV3 の2段階昇格をしています。僕は試合見ないんで分かりませんけど、2段階も上がっているということは最近調子がいいんですかね。詳しい方がいたら教えてください。ホセ・ロペス、白玉から PV3 の2段階昇格しています。スキルにはエアバトルが新しく追加されています。能力見た感じ使うことはなさそうなんで、トリプル要因になりそうですね。ニコラス・カストロ、こちらも白玉から PV3 の2段階昇格ですね。能力見た感じ育成次第では使えるといった印象ですね。使わないという方もこちら21歳、レベル上限53、有望な若手だと思いますので、将来金玉黒玉昇格する前に取っておいてもいいと思います。今回は2段階昇格、3段階昇格まとめを見ていきました。以上であります。お会いしましょう。バイ。